皆様こんばんは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。いや3ヶ月経っちゃいましたね。前回から大変ご無沙汰しております。皆様お変わりないでしょうか。私はですね、ちょっと若干、ライフワークというか人生に、おきまして、ちょっと大きな転換を迎えまして、実はあの私事で、恐縮なんですけども、10月1日にですね、娘がですね、生まれました。で、結局夏場は一切更新できずに終わってしまったんですが、結局出産準備に休みの日はほぼ使ってましたので、そういった事情で更新できませんでした。で、これから先も要は赤ちゃんを育てていくにあたりまして、夫婦でですね、なかなか時間も取れないと思いますので、当面の間はやはりリバーサイドカフェは2の次3の次になりますので、今日たまたま久しぶりに、更新する機会があったんですけども、またしばらくちょっと、いつできるかちょっと分かりませんが、今後も何回か言ってますかね、一生続けていくつもりでおりますので、ご興味ある方はたまに、覗いていただけると、ありがたく思います。初めての夜ということで、照明はもうかなり完璧に用意してきましたので、結構カメラは映ってますよね。見えやすいかなと思いますので、虫が結構集まってきて嫌なんですけど、ある程度アルコールバーナーとかそういったものの準備は、してからカメラ回してますので、早速ですね、久しぶりですがお湯の準備に取り掛かって、いきたいと思います。いや、なんか久しぶりの光景ですね。ずっと夜やってみたかったので、なんでしょう、結構嬉しいですね。危ない危ない、これを忘れたかと思いました。大丈夫、入ってました。初めてちゃんと火が見えるんじゃないですか、夜ですから。ちゃんとついてますね。はい、水は入れました。温めます。そんなこんなで、早速、音源紹介と移らさせて いただければと思います。本日、ご紹介の音源は、18回目ですかね。こちらになります。これ皆さん知ってらっしゃるんですかね。ピンクオーペイクのエキゾチカという、作品になりますね。これが2002年の、リリースになります。インディーズの、音源ですよね。2人組の、バンドというか、ユニットですよね。ある程度その私も、子供が生まれましたんで、ジャケットもこう赤ちゃんの、変なっていうか、ジャケットなので、ちょっと、いいんじゃないかということで、これを選んでみました。で、このちょっとですね、グループも実はちょっと情報が少ないので、あまりちょっと、ご紹介を深くすることは難しいんですけども、ジャケットだけこう見た場合、
まあ、どこかの例えば中古ショップとかで発見して目に映ってもですね、ちょっと、まあ、失礼ながらというかその語弊を恐れず言いますけども、多分このジャケ買いとは程遠い音源だと思う。すごいですね。何でしょう、あ、これ鳥ですね。鳥が鳴いてるんですね。ちょっと気持ち悪いですね。びっくりしましたね。聞こえますかこれ。おお、なんか鳥肌立ってきますね、鳥だけに。で何でしたっけ。そうジャケ買いはちょっとしづらい音源で、ジャケットだけ見るともうこれもう本当に大変失礼ながら、うん、なね、非常に三流臭がプンプンするんですよ。失礼ながらあえて言ってるんですけど、ただですね、この中に収録されている、7曲あるんですけども、とんでもない一流の楽曲が詰まってる作品です。まあ、エキゾチカっていう、まあ、昭和の初期ですか、まあまあ、そういった、ジャンルが一時期ムーブメントになったらしいんですけども、私はちょっと、あまり詳しくないので割愛させていただきたいんですけども、まあ、エキゾチカ、まあ、要するにエキゾチックっていうことですよね。異国感あふれる音楽、うん、まさにエキゾチカだと思いますよ。めちゃくちゃいいです。なんでしょうね、ずっとこればっかり聴いてられるぐらいいい曲が入ってます。で、このこちらがボーカルの K さんですかね。で、こちらがベースを、ベースとなんだ、プログラミングですか、要は作曲されている T さんという方なんですけど、こちらのこの方がまあ作曲されてるんですが、半端ないですよ。作曲能力というかその天才的ですね。すごいですよ、この方のこのセンスというか、とても真似できない、素晴らしい。まあ、それぐらいしかチープなことしか言えないんですけど、まあ、なかなかちょっとね、入手する機会はなかなかないと思うんですけど、とんでもなく素晴らしい作品なので、そんじょそこらのバンドさんとか、ユニットさんではこれ、まあ、勝ち負けじゃないですけど勝てないですよ。ほんとすごい作曲能力、もうそれにつきますね。歌も、まあ、若干、まあ、インディーズらしいこう不安定さはあるんですけど、全然いけますよ。この楽曲に合ったボーカルさんだと思います。非常にいいですね。まあ、なんでしょう、今となっては中古ショップ巡っても多分ないでしょうし、まあ、ヤフオクとか、まあ、言っちゃいましたけど、そういったインターネットオークションですよね。常にちょっと張りアンテナを張っていただいて、もう出品されたら即落札ぐらいの勢いで、ちょっと入手してみてください。多分リバーサイドカフェ、好きでご覧になってくださってる方でしたら間違いなくハマると思います。私一時こればっかり聞いてましたからね、全然飽きないです。何百回も聞きました。熱意伝わりますかね。本当にいいんですよ、本当にいいんで一度触れてみてください。さ、お湯が沸いてきましたね。これもなんかテンプレート化してますよね。まあいいんですけどね。今日はですね、まあ、夏は終わってるとは言っても、まあ、これ河川敷ですから、で夜でしょ、で明かりつけてますよね。もう蚊にガンガン刺される覚悟で来てますからね。いきますよ。本日、飲みますお飲み物ですね。ちょっと逆光で見づらいんでこれで見えますかね。こんなもんかな。例によって、AGF ブレンディカフェラトリーですね。私の好きなシリーズですね。濃厚ビタカフェラテ、これ前ちょっとこれ飲んでるんですけど、なんかここ見てください、ここ、これ
ニューテイストって書いてあるんですよ。で、前回飲んでからしばらく経ってますので、どうニューテイストになってるかっていうのは正直もう記憶から消えてますから、ちょっとわからないんですけど、まあ新しいって書いてある、あるんで、これちょっと買ってみました。今日はこれいただきます。はい、こんな感じですね。カフェラトリーシリーズは今までハズレがないので美味しいはずです。いやもうこれ本当に暑いな、これ冬も夏も関係ないですね、この飯盒の蓋。はい、火は消します。よいしょ。いい匂いですね。はい、ちょっと暗いな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。見えますかね。こんな感じです。いただきます。うまい、やっぱビターですよね。酒飲みには一番いいです、このビターですね。美味しいですよ。もう帰って飲みますけどね、今日は夜。うまい。もっと真冬になったらもっとこの野外に合うと思いますよ、このコーヒー。皆さんもお召し上がりください。おすすめです。うん、美味しいね。まあ以前も似たようなことは何度か、言ったことあると思うんですけど、まあいろいろこう人生において、まあ音楽を聞く中でですね、単発的に、好きになる曲っていうのはもうそれこそは無限にそれあるんですよね。その瞬間瞬間、時代時代、自分の、思考というかっていうのは、常にある程度はね、細かいところ変わってくると思うんですよ、その時代時代の流れで。でその時その時に自分に合致する、楽曲っていうのは、やっぱりいろいろ音楽を聴き漁っていくと、現れてくるわけで、そうした中で、その瞬間瞬間で、めちゃくちゃ好きになって惚れ込んでしまう曲っていうのは、当然、多々あるんですよね。さっきも言いましたけど、それこそ無限にあるんですよ。でただ、今後どんなにその音楽的思考が変わろうが、こう普遍的なこう、中心部分っていうのは、昔も今も変わらず、で多分昔も今も変わってないんで、未来も変わらないと思うんですよね。で、そういった音楽っていうのは、やっぱり一過性のものではなくて、もう何年何十年聞き続けることができるですよね。で、私も音源、正直売ったり買ったりしていく中で、
まあ、そういったもう何十年も聴けるようなやつは当然もうずっと手元に残るわけ で今回このご紹介した、まあ、ピンクオーペイクの、まあ、ちょっとイントネーションが合ってるかわからないんですよ正直。あの英語っていうか、まあ、疎いんで、ピンクオーペイク、まあ、ピンクオーペイクですよね。まあちょっとわかんないんですけど、とにかくまあこのピンクオーペイクのさんのですね曲ってもうものすごいドストライクなんですよ。まあエキゾチック、まあ異国的な、その異国情緒あふれる、まあ日本ではない、どこか日本、うん、古来の日本わかんないけど、まあなんだろうな、まあ異国ですよねやっぱりね。どこか懐かしいんだけど、今住んでるリアルなこのものではない、近代的ではない、どこかにこう忘れてきた、まあ、郷愁みたいなところもあって、ものすごい、そうした、懐かしい気持ちがこう奮い立たせるというか、なんて言ったらいいんですかね、うまく言えないんですけど、まあ、音楽なんて何回も言ってますけど、口で説明するもんではなくて聞いて判断してくれっていうところがやっぱり正しいと思うんで、まあ特にね、何回も本当に言ってますけど、口下手な人間が何話してもうまく伝わらないんですけど、まあ本当にすごいいい曲を生み出してくれたなっていう。でベースのまあ、作曲者でもあるこの T さんっていうのは、このピンクオーペイクが解散された後は、まあ途中経過はちょっとわからないですけど、おとおにっていう、まあ今度はこれバンド形式でやられて、まあ、それもやっぱり和なんですけども、確実にこのエキゾチカで、構築されてる音世界が、まあ、通ずるものがあるというか、もう十分すぎるほど面影がまだ残ってるんですよね。なんで音にも、とても好きです、うん。でこのエキゾチカって、実はこのエキゾチカじゃないですね、ピンクオーペイクはですね、非常に、あとレア音源が CD で、なんでしょうね、配布音源みたいのが2、3枚あって、あとこのエキゾチカの後に次の年ですかね、2003年とかそれぐらいに、まあ、2曲入りのシングル出してるんですけど、もうそれがもう欲しくて欲しくてしょうがないんですけど、まあ今となってはなかなか入手は難しいのかなと、まあ、諦めてはいないんですけど、このたった7曲のミニアルバムで全曲いいですから、もうきっと他の音源まだ聞いてない曲に、4、5、6曲あるんですけど、きっと全部いいと思います。もう確信に近いですね。まああれかな、私のこの音源探索というか、これ過去のね、はこのピンクオーペイクの残りの音源を入手したらひとまず終わりかな。いや、あとアウローラさんの、まあ、1枚もあるんですけど、まあ、とにかくこのユニットの残りの音源はもうどうしても手に入れたいですね。なんで、まあオークションサイトとか見て、まあ、諦めずに、欲していきたいと思ってる次第でございます。まあちょっと久しぶりでどれだけ喋れたかは、まあ後でちょっと編集の時に見て、まあ苦笑いするんでしょうけど、まあ3ヶ月ちょっとお待たせしてしまいましたが、今後もですね、またちょっと折を見て続けていきたいと思ってますので、またですね、まあ暇な時がありましたら覗いてみていただければありがたいですね。今日はここまでですかね。またお会いしましょう。さようなら。